ギギ G-I-G-I G-I-G-I 全員アーツですね、うん、これ2袋分がセットなんですか。それだけこれはね、みんな別。あ、なるほど、うん、立て方忘れたね。ちなみにこれ貼る難易度としてはそんなに難しくないですか。モノポールだからね。あ、ワンポールみたいなやつなんですか。基本ワンポールだから。あ、そうなんですね。で、サブがあるだけで。なるほど。じゃあまずは四隅にペグ打つ感じなんですね、これは。サーカスとかとモノポールでしょ。うーん、全員アーツって結構効くメーカーですもんね。まあ新しいところだからね。うーん、割となんかデザインがかっこいいとこっていうイメージがありますね。もともとだけデザイナーがスノピにいて。あ、じゃなかったかな。まあ、これであれですよね、インナーがあってもなくてもどっちでもいいしっていう。そう。おお、ちょっと中に失礼した。反対側が同じようなファスナーと、へえ、ここにもファスナーがあって、ああ、そこも開くんですね。そうしたら、なるほど、こういう感じで。ああ、タープ的な感じにもできるんですね。開放的に。ああ、なるほど、すげえでかいタープみたいな感じでも使えるってことですね。そう。だから反対側を同じように開けてやればかなり広いような。なるほど、タープ的に、まあ、直す時もそんなに手間かかんないですもんね。うん、結局あのサイドのこの立ち上がりが、うん、手間がかかるだけで、うん、基本的な設定はもう本当モノポール電灯と一緒だから。同じですね。なんていうか、ここのセンターポールからこっち側までの間で寝ようと思ったら寝れそうですよね。うん、そこそこ、ワンポールだとこの辺四角ですもんね、端っこは絶対。
になるんだけど、その分サブポールでこう立ち上げた分だけ。広い。割とこの辺がね広く使えるから。広いですねこれは確かに。あとこのガイドもあるから結構設営はしやすそうですよね、うん、下の方にスタンディングテープがあるから。へえ。じゃあこれにあとはインナーをやるかどうか、うん、今日はインナーありですか。いやどうしようかなってなしはなしでもなんかいい感じですけどね、うん、タバさんから取った安いテントが。そうか、カンガルー的な感じでこの中で使うこともできますね、うん、こんだけ広ければ。どう、まだテーブルとかここの中に入れるような感じですよねきっと。1枚だけ入れるか、とりあえず何か考えてって。多分ストーブ出したらそれきりかなと思う。ああ、ストーブ持ってきたんですか。うん、あ、なるほど。あのタクドストーブがあるんで、それを。あとはだから下着物。ああ、なるほど。寒くないように。とあとマット敷いて。でこれがだからスナックパックっていうところの。だいぶ昔にサダさんが、サーカスに入れて一回か二回使ったやつですよね。そうそうそう、うん、で結露してもビシャビシャになったからって言って。疲れがこんなんとかって言ったやつを。これでも一応メッシュになるんでしたっけ。ならないんでしたっけ。メッシュはね、あるか。んあ、メッシュあるわ。あ、だからメッシュ、うん、メッシュにすればある程度少し開けとけば換気できるんじゃないかな、ね、換気できる感じですよね、うん、なるほど。これがじゃあ福さんの寝床というかテントですね。8個目ぐらいのテントになるんかね。インダとりあえずインダだけどこのギギを使う理由っていうのはやっぱ広さだね。全室できるし、あの石油ストーブやっても炊いてもおこもりの時に。そっか、こんだけスペースあったらね使えますよね、うん、ただ雨降っててもこもれるし。PC とかじゃないからペラペラだからとりあえず。ああ、乾くのも早そうっすよね、うん、これなんとかなるし、まあ、高さもあるからその分ね着替えとかもできるし。ああ、そうですね、普通に立てますもんね中で。立てるからね。ああ。いやー、そっか、そういう。だから石油ストーブ入れてても使用検知器かけて引っ掛けて。あとあれですね、やっぱ下がちょっと浮いててくれるから換気もできますよね。とりあえずねないこともないだろうから。さすがにスケッパーは怖いから。あの火事がね。いやまあそうですよね、燃えたっていうのがあるから。あ、風吹いて当たったりとかしたら溶けてそのまま燃えるとかっていう可能性があるから、やっぱ寝るときはね切らないと怖いかなってのは。そうですよね、この辺はね自分の判断で。まあこの辺はやっぱ自己責任っていう話になるんですけどね。なるほど、これがじゃあ福さんのテントで。とりあえず最近お気に入りはこれ、やっぱ広い分だけ